じゃ、こんにちは。杉豊さん、はい、プロ野球のキャンプ、はい、始まったな。始まって1日、1、2、3、4日目、 そして5日目、今日迎えてますけれども、次だね。今日はね、関東が寒いな。そうなんです、警報級の雪になるかもしれないということで、はいはいはい、と言いつつも衣装がガラッとまた変わるかもしれないので、ね、急に夜になると。ということで、はい、今日はちょっと中日のキャンプ、いです。沖縄連日晴れ、まあ、宮崎が連日の雨で室内で練習なんですけど、沖縄なんかもう温度は23度って言ってるらしいんだけど、はい、体感的には 27、8度って言ってたからな。いいな、まあ、いい環境でやってるよね。そうですよね、はい。まあ、そんな中で中日、はい、立浪監督、そして片岡コーチの元、はい、キャンプをしておりますが、はい、そんな中でやはり立浪さんのこう、ね、発言とかがかなり注目もされていますし、はい、今年は見守るというところで、ね、はい、まあ、最初はね、はい、どういうことかっていうのはこうオフってさ、選手がやっぱりいろいろ考えてるんだよね。こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないか、それによってこういう風なフォームで打った方がいい、こういう風なフォームで投げた方がいいとか、うん、まあ、いろいろもう試行錯誤してキャンプで試してるっていうような、はい、まあ、そうだな、紅白戦、オープン戦試したい、まあ、そういうふうな気持ちで、うん、まあ、調整に入っていると思うんだけども。そうですね、まあ、秋からいろいろ特に若い選手にこうアドバイスを伝えたと、はい、でその中で選手はオフを過ごした、どういうふうに変わってきているのかっていうのも一つの楽しみでもあるので、はいはい、やっぱ静観してコーチにもそういうふうに見てあげてくれというふうに言っているというところなんですよね。まあ、一つにはさ、はい、まあ、例えば信頼できるコーチがやっぱ見守っててくれてるっていうのも多分あると思うんだよね。だからそのヘッドコーチの片岡、はい、この存在もでかいだろうし、うん、あとはやっぱこうベンちゃん、和田ベンちゃんね、はい、打撃理論だとか、まあ、そういう任せられる、はい、自分が口出さなくてもやってくれてるっていう、うん、そういうものもあるのかなっていうような感じがするよね、うん、だからなんとなくこう雰囲気だけど一枚岩に首脳陣がなってき、はい、うん、来てるような感じがするよ。あ、一つにまとまってきてるっていうところ。そうそうそう、で一つの意見でチームが動いてるっていうような、はい、まあ、そんな感じがするよね。だからいい方向に行ってるんじゃないかなっていうような気がするよ。そうなんです、ね、だから言動に余裕があるというかさ。あ、余裕あって静観してられたりっていうことなんですね。ただ中でもその上林選手などはちょっとフォームが変わったというところで、はい、その初日と2日でまた変えてきてるんですけれども、はい、まあ、それに関して立浪監督はあれだけのポテンシャルのある選手と、でフォームを崩していたところもある、悩んでいることをいろいろ聞いたと、はい、でやろうとしていることは分かっているみたい、すぐには良くならんよ、ずっとここ数年悪かった、だからちょっと根気よく今やろうとしていることを続けようというような話をしたと。で、まあ、その日の打撃はまあまあ良かった、力はある選手なので再生させてあげたいという、うん、いいね、うん、あの悩みを聞いてあげたっていうところがやっぱり一番だよね、うん、はい、それで何をやりたいかっていう、うん、まあ、それに対してのそのなんていうのか、見守るっていうことだからさ、はい、まあいい感じでは言ってると思うよね、うん、うん、まあ、これが指導だよね。あ、そういうことなんですよね、うん、導くというね、その自らいろいろこう言うんではなく相手の悩みを聞いて、それに対するだやってみせるというね、うんうん、いやそれで答えが出なかった時に初めてやってみせるか、はい、それともアドバイスをするのか、うん、まあ、やってみせるっていうのはなかなかできないと思うから、はい、まあ、年齢的にね、うん、だからいやこういういろんな考え方引き出しを持ってるだろうから、うん、まあ、そこを開いて引き出し一つ与えるとかさ、はい、まあ、そういう最初からこうだっていう答えを出すと、うん、考えなくなるし、はい、悩まなくなるんだよね、うん、でそれが一番選手の成長を止めることになるから、うん、やっぱまずは考えてることをやらせて、はい、一緒に目標に向かっていくという、うん、このやり方がやっぱり一番いいのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、まあ、去年なんかは言われてたのがそのブルペンでその高橋宏斗投手がそのフォームを変えてきて、まあ、すぐにちょっとちょっとっていう形で元に戻させたみたいな話も去年はすごく話題にはなった。あれはさ、俺時期的に WBC がもう目の前だったからさ、はい、いやそれはその足を上げて投げてたお前を招集してるんだぞと、はい、だからいや試しで WBC に行く日本代表じゃないぞっていう、
っぱね責任があったと思うんだよ、うん、監督には、立浪監督にはね、はい、だから言ったんだと思うよ。それで本当に大丈夫かって、うん、だってそのホームで結果なんて分かってないじゃん、まだ。そうですよね。でも足を上げた結果で WBC に選ばれてるわけだから、うん、それ時期的にも時間がないし、うん、それはびっくりしたんだと思うよ。慌てたんだと思うよ。慌てたんでしょうね、きっとね、うん、いやだからそれはあの監督の気持ちとしたら分からないではない。やっぱ預かってる選手、はい、ね、それを出すわけだから、うん、いやいやこれでいいのかっていうことはあったと思うんだよね。そうで責任感というところもありますもんね。そう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 。まあ、でも立浪監督、例えば1年目の時のキャンプ、2年目、そして3年目ですけれども、はい、やっぱり例えば1年目の時はやっぱりその親心とか良くなってほしいから、まあ、いろんな選手に例えばこういうふうにバッティングフォームをしたらいいよ、はいはい、こういうふうな打ち方したらいいよっていうのを結構こうマンツーマンで教えてる姿っていうのはあったんですけれども、やっぱり3年目ってなるといろいろなことをこう学んでるっていう感じなんですか。まあまあそうだな、監督1年目、はい、やっぱこれ監督としてのルーキーだからね、はい、だから試行錯誤、うん、で自分が描いてる監督像っていうのももちろんあったとは思うけども、うん、それが普通には動かないよね、なかなかね。ですよね、うん、である程度引いて俯瞰で見た時に、あこうした方がいい、ああした方がいいっていうアイデアが生まれてくるけども、やっぱ直接こうやってるとさ、それが監督の意見って命令みたいになっちゃうからね、うん、選手たちは、はい、あこうやらないと使ってもらえないんだとか、うん、それが自分に合う合わないは別として、いやだから、まあ、そこら辺はやっぱこう今年なんかは対応して悩みを聞いてって、はい、今何をどうしたいのかっていうことをやっぱ聞きながら、まあ、想像してるんじゃないの、うん、そんないいのか悪いのかっていう、うん、これって例えば直接コーチに相談すべきなのか、監督、例えば中日だと和田コーチなのか、それとも直接ちょっと立浪監督なのか、この分かれるっていうのはこれあるんですか、どこのチームでも。まあ基本的には一本だよね、監督が本当は口を出さない、うん、はい、まあ、これが一番スムーズにいく、うん、でコーチ会議で、うん、ね、ああいうバッティングしてたけどベンちゃんどうなんだと、うん、俺もこう思うけどっていう、ここの意見はあってもいいと思うけども、やっぱそれはもう一つにしてあげないとさ、意見というのは、はい、こっちに聞いたら違うこと、こっちに来たらまた全然逆方向みたいな、うん、はい、まあ、そうなってくると選手は迷い出すからね。そうですね、だからそこら辺はね、もうなんかすごく統一できたんじゃないかなっていうような、あ、まあ、気がするよ。これはね、やっぱね、片岡ヘッドと対談した時に、はいはい、それは感じたね、うん、だからその監督っていうのはさ、まあ、確かに育成というか指導もしたいと思うけども、うん、ちょっと待ってくれと、俺らに任せてくれと、うん、で監督がやりたいような野球、ね、やれ、あのさせてあげたいようなバッティングを統一するからっていうことも、俺はなんかこうしっかりできてるような気がするんだよね、うん、だから立浪監督が少し余裕を持てるというかさ、はい、今まではいや違う違うっていうのがあったと思うんだよ。だけどそれはもうコーチ会議で統一できてて、選手に伝えることは統一されてる、まあ、そんな感じが受けるけどね、そうあの話を聞いてるとね、うん、あとどうですか、 これまではやっぱり去年なんかはその若手ばかりだったのが、はい、例えば中島選手であったりとか、はい、中田翔選手というベテランが入ってくることによって、はいはい、若手がいい刺激を受けて、そのコーチ陣監督陣が言わなくても、例えば直接聞きに行ったりとか、アドバイスを背中見たりとか、まあそうだね、うん、まあ、彼らもさ、でも移籍した1年目でしょ、はい、やっぱ自分の成績っていうのもあると思うんだよね、はい、でもこの2人っていうのは来るものを拒まずっていうかさ、うん、まあ、結構太っ腹な2人だからさ、うん、そうですよね、だから技術を惜しげもなく教えるだろうし、うん、やっぱ気持ち精神的なものも教えてくれるだろうし、うん、だから、まあ、もうちょっと、まあ、若い選手が打つのをこう見てるようなことができれば、いやもう少しこうした方がいいんじゃないかっていうアドバイスも多分頭の中にあるだろうしね。そうです、ね、うん、だからまあ頼りになる兄貴と親父が入ってきたような感じで、うん、確かにそうですよね。いや本当本当本当、だから若手の方もあとプラスアルファ、その去年よりより競争が激しくなったっていうところで、もう自主的にやっぱり取り組まないと、うん、その弾かれてしまうっていう危機感っていうのも、非常に例えば立浪監督が何もせいで見守っていても、どう向こうが動くって、まあ、そりゃそうだな、うん、まあ、それとやっぱりね、目が肥える、
例えばいい選手がいるとそのチームっていうのはその選手の真似をしだすんだよね、うん、だからそれがこう循環していって伝統になってくるというね、うん、だからいいものは見なきゃいけないよ。そうですね。だから例えば美術館行ってもさ、はい、ね、安い美術館行ってね二流三流の見たって、はい、うん、ね、一流の見るとまた全然違うと、その違いが分かり出さないとさ、そうですね、あ、いけないし、うん、だからそのいいもの、いい見本が入ってきたと思うんだったら、うん、やっぱしっかり見て勉強することだよね、はい、若手はね、うん、うん、そうですね、そうそう、まあ、ここまではね、生というところで、ね、立浪監督やってきてますけれども、はい、ここからまた第2クール第3クールとなっていくと、はい、まあ、ちょっとずつまた会話も増えたりとか、今度は生からどうへっていうふうにまた変わっていったりとかっていうのにはどうなんですか。どうはね、なかなか俺はないと思う、うん、片岡ヘッドがいるから、はい、そこは立浪監督は片岡ヘッドに一回ぶつけると思う。そしたら監督ちょっと、ちょっと待ってて、それは俺がちゃんとやっとくみたいな、まあ、そういうね、やっぱりこう昔から の、うん、あの阿吽の呼吸って多分あると思うんだよね、はい、だからそのあんまりこう出さないように、うん、で試合の時はもう振る舞ってくれみたいな、はい、振るってくれみたいな最後、うん、そういうことだと思うよ、うん、だから俺はこのコメントを見た時にすぐ片岡ヘッドの頭が顔が浮かんで、あ、いい関係性でコーチ陣も回り出してんなっていうのはなんか思った、すごく、うん、うん、片岡は、ね、さんが二軍監督からコーチに来たことでヘッドになったことでまたなんかこうよりね、いいものが、立浪さんのいいものが、いや、それも、もちろん出るし、っていう、だからその準備段階で、はい、ヘッドもすごい勉強してるしな、うん、人の話をいろんなところで聞きに行ったりだとか、はい、いろいろしてるこう裏付けもあるし、それが正しいのか間違ってるのかっていうのを自分で試行錯誤しながら、はい、多分ぶつけてると思うんだよ、うん、だからここがやっぱり一番循環してるのかなっていうような感じがするけどね。そうですね、うん、まあ、中日はね、今年外からいろんな選手を取ってきて、はい、でやっぱり A クラスもちろん優勝を目指してやっていくわけなので、うん、そういったところもね、監督、コーチ、そして選手たちが一丸となってここからまたどういうものか、まあ、とにかく競争が激しくなってるしね、はい、まあ、例えばそのセンターラインでも薄っぺらい、うん、実績しかないかもわからないけども、うん、これを勝ち抜くか勝ち抜くかないかっていうのは大きいし、はい、うん、勝ち抜いた選手はもうある程度我慢して使ってほしいなっていうようなことも思うしね、はい、うん、だから特会引っかえじゃなくてね、うん、だから、まあ、今年の中日はやっぱ楽しみではあるよ。そうですね、はい。